今季からドジャースに加入した大谷翔平投手は、新天地でもユーモアで沸かせているようだ。地元放送局、スポーツネットロサンゼルスのレポーターのキルステン・ワトソンさんもその人柄に魅了されたようだ。5日日本時間6日の試合前の出来事だった。この日は、スペイン語で、シンコデマヨ、と言い、アメリカではカクテルのマルガリータを飲んでお祝いするのが慣習になっている。そのため、本拠地ブレイブス戦の前にワトソンさんがドジャースナインに、試合後、どんな種類のマルガリータを飲みますか?と質問して回っていた。ムーキーベッツ内野手はストロベリー、キャビン・ラックス内野手はクラシックなマルガリータが好きと明かし、盛り上がっていた。そこに大谷が現れると、返答はまさかの、ピザ。陳回答に周囲は爆笑に包まれた。ワトソンさんが、違うの、そうじゃなくてね。と説明しようとすると、わかっているよ、と大谷。続けて、自分にはマルガリータはアルコールが強すぎる、と答えたという。思わぬジョークにワトソンさんも、彼はとても面白い。マルゲリータピザはチーズとトマトとバジルだけのよね、と思い出し、笑み浮かべていた。マルガリータとマルゲリータって違うんだね。俺も初めて知った。そもそもマルガリータに種類があることすら知らんかったわ。大谷選手はストイックな食生活を送っていると聞くけど、アルコール類を飲むのかな?レポーターにとってはこれほどありがたいというか仕事がしやすい相手はなかなかいないでしょうね。言ってみたいけど、好きなマルガリータは?なんて聞かれることが一生ない。この報道だと大谷は知っててジョークを飛ばしたことになってるけど、他のニュースだと大谷はピザとカクテルを勘違いしたと報道されてるものもあった。世間に大谷の印象をどう広めたいかは、それぞれのマスコミのスタンス次第だけど、だいぶ意図的な報道もあるなと感じる。まあ好きなマルゲリータは?って聞かれたとしてピザって答えはおかしいからな。